霊夢、80年代で印象的なドライバーと言ったら誰だと思う？え、いきなりね。しかも、80年代。ごめんなさい、知らなすぎてボケることもできないわ。困ったもんなんだぜ。私が知らないと思って、思いっきりマウントしてくるわね。じゃあ今回は、80年代ドライバーランキング、ベスト5&ワースト5について紹介していくぜ。ケビン・コーガン。ケビン・コーガンは、アメリカ出身のレーシングドライバーだぜ。1979年オフに、マールボロのモータースポーツ部門トップに走りを評価されたぞ。マールボロは私でも知ってるわ。ワースト5位だけどやるわね。マクラーレンのマシンテストに呼ばれたんだ。しかも、一緒に呼ばれていたのは、F3 チャンピオンを獲得したばかりのアラン・プロストだったぞ。アラン・プロストと一緒にテストに呼ばれたの？ちょっと、すごすぎないかしら？ワースト5位なのに、マクラーレンのシートはプロストが獲得したが、コーガンも若手の有望株として注目されたんだ。やる。1980年にはウィリアムズから、1981年にはブラバムから F1 にスポット参戦したぜ。プロストと競わされるほどの、若手の有望株だもの。どんな活躍したのかしら？コーガンはどちらも予選通過することができなかったんだ。え？本当に？嘘をついてもしょうがないんだぜ。コーガンは早々と F1 に見切りをつけ、インディシリーズへ活動の場を移すんだ。あっさりしてるわね。1982年はペンスキーからシリーズに参戦し、開幕戦で見事に3位表彰台を獲得したんだぜ。あれ？インディではきっちり結果を残したのね。そうだな。2位に入ったり、ポールポジションを獲得したりと速さを見せる場面もあったが、シーズン全体では不安定だったぞ。そうなのね。結局、シーズンを6位で終えると、ペンスキーから解雇されてしまったんだ。不遇ね。実は、この年のインディ500で事件があったんだ。事件？コーガンはポールポジションのチームメイトであるリック・ミアーズと AJ ・ホイトの隣からスタートしたぜ。いい位置からスタートだわ。だが、コーガンのマシンはスタートフィニッシュライン近くで突然右に進路を変え、ホイトのマシンと接触するぞ。ええ？コーガンのマシンは弾き返されると、マリオ・アンドレッティのマシンにも接触したんだ。他のマシンたちも巻き込んでレースは赤旗中断されたんだ。最悪だわ。ホイトのチームは再スタートまでにマシンを修復させたぜ。よかったわ。しかし、アンドレッティはコーガンに対して激怒。釈明しようとするコーガンを突き飛ばして、彼を無視したんだ。怒ってるわね。怒りが収まらないアンドレッティは生放送のインタビューで、子供に最前列の仕事をさせるとこうなると発言したぜ。激怒だわ。ガレージでもアンドレッティは、コーガンはトラブルを探している。ペンスキーのマシンは彼には良すぎるとコーガンを批判したんだ。プンプン丸だわ。虫だぜ。ブー。この事件のせいで、コーガンにはヒールのイメージがつき人気が急速に低下したんだ。一回の事故で？クラッシュした相手が悪かったんだぜ。アメリカで人気を二分するホイトとアンドレッテを一撃で沈めた代償はあまりにも大きかったんだ。恐ろしいわね。コーガンはこの年一勝もできずにペンスキーを解雇されたんだ。そんな事件があったのね。って、 F1 の話じゃないわ。ナイジェル・マンセル。ナイジェル・マンセルはイギリス出身のドライバーだぜ。知ってるわ。スーパーマリオ。スーパーマリオじゃないぜ、 F1 ドライバーだぜ。愛くるしい顔とは裏腹に、不屈の男と異名を取るワイルドなドライバーなんだ。え、じゃあ、ワリオなの？霊夢。スーパーマリオから離れるんだぜ。いいじゃない。面白いのに、そんなこと言ってられなくなるぞ。マンセルはフォーミュラフォードで首を骨折し、全治半年の診断を受けたが病院を抜け出してレースに復帰、その年のシリーズチャンピオンを獲得したんだぜ。嘘？恐ろしいわね。さらに、F3 時代には脊椎を痛めるも、鎮痛剤を常人の6倍とも7倍とも言われる量を打ち、ロータス F1 の走行テストを受けたぜ。ゲゲ、ワイルドすぎるわね。まだ、あるぞ。もういいわ。わかったわよ、マンセルは絶対にワリオだわ。全然わかってないんだぜ。マンセルがそこまでレースに執念を燃やすのには、理由があるんだ。へぇ、どんな理由なのかしら？エンジニアを辞め、奥さんに黙って持ち家を売ってまでレースを続けたマンセルは人生をかけていたんだぜ。窓拭きのアルバイトなどで資金を稼ぎ、F3 に進んだ苦労人だぞ。涙ぐましいわね。マンセルの走りに惹かれた、ロータスのコーリン・チャップマンはマンセルをスタッフとしてチームに迎え入れたぜ。ドライバーじゃなくて？マンセルはもともと、流体力学専攻のエンジニアだったんだ。意外な経歴だわ。1980年の第10戦オーストリアグランプリで、マンセルはついに F1 デビューを果たすんだ。やったわ。ところが、スタートを待つマンセルのコクピットにあろうことがガソリンが漏れてきたんだ。ええ？スタッフの制止を振り切りマンセルはスタートしたぜ。さすがワリオ。でも、大丈夫かしら？大丈夫なわけないんだぜ。ガソリンがマンセルの体に到達し、マンセルは激しい痛みを感じたんだ。痛そう。
そんな状態でもマンセルは走り続け、13位まで順位を上げたものの、マンセルより先にエンジンが悲鳴を上げてリタイアになったんだ。エンジンより強いなんて鉄人ね。マンセルはアメリカグランプリでクラッシュして腕を痛めたが、1レースの欠場を挟んで母国イギリスグランプリに出場。左腕の炎症を抱えながらもレースに出る姿は大いに感銘を与えたんだ。人望もあったのね。でも、どこまでも隙のないドライバーとしても知られているんだ。そうなの？1985年にウィリアムズに移籍すると、ヨーロッパグランプリでアイルトン・セナやネルソン・ピケと激しいバトルを繰り広げ、ダートにタイヤを落としながらもトップでチェッカーを受け初優勝したんだぜ。すごいわ。全然、隙がないことないじゃないの。焦るんじゃないぜ、レイム。1986年、マンセルはマクラーレンのプロストと激しい戦いを繰り広げたぜ。最終戦のオーストラリアグランプリでは、51周目にタイヤバーストでリタイアしてチャンピオンを逃したぜ。ついてないわ。87年はチームメイトのピケとチャンピオンを争い、第15戦日本グランプリの予選でスピンしマシンは宙を舞うぜ。マンセルは脊髄を痛めてドクターストップ。決勝に出場できず、チャンピオンを逃したんだ。とことんついてないわね。ついていない不屈のドライバーなイメージが強いが、こんな一面もあるぞ。車の反応を説明する仕方には理路整然とした知的な面が際立っていたんだ。意外とクレバーなのね。意外というのは失礼な話だぜ。マンセルは流体力学を得意とするエンジニアだったんだからな。あ、そうだったわ。ターボ車からベストの性能を引き出すためには、自分のドライビングスタイルを変える必要があると気づいたんだ。すごいわね。全然、ワリオじゃなかったわ。理知的なアプローチの上で、マンセルのドライビングスタイルはアグレッシブだったんだ。どういう風にかしら？特筆すべきは、コーナーへの進入だぜ。マンセルは減速しきらないままコーナーに突っ込み、コーナーのエイペックスで強引にマシンの向きを変えるんだぜ。パワフルね。しかも、パワステがついていない80年代の F1 マシンでこれをやってのけていたんだぜ。やっぱり、ワリオだわ。カルロス・ロイテマン。カルロス・ロイテマンは、ブラバム、フェラーリ、ロータス、ウィリアムズで活躍したドライバーだぜ。結構、いいチームで走ってたのね。そうだぜ。1981年にロイテマンはウィリアムズから参戦。ブラバムのネルソン・ピケと1ポイント差で王座を争っていたぜ。すごいじゃない。ワースト4位なのにチャンピオンになっちゃうのかしら？最終戦はラスベガスグランプリだぜ。ああ、もしかして、そのグランプリって駐車場をサーキットにした変なコース？レイム。すごいじゃないか、よく覚えていたな。その通り、シーザースパレスの駐車場に作られたサーキットだぜ。やっぱり、剥き出しのコンクリートに砂ぼこりがびっしり積もったヤバいサーキットだ。うわ、戦前の予想は、ロイテマンが有利でピケを抑えてチャンピオンを獲得すると思われていたぜ。あ、そうだったわ。ロイテマンの話だったわね、忘れてたわ。霊夢、忘れるんじゃないぜ。ロイテマンは年間を通じて安定したパフォーマンスを見せていたんだ。そんなロイテマンがポールポジションからスタート。ピケは4番手からスタートだ。どっちも頑張って。ロイテマンは1周目を終えた時点で5位まで後退してしまうぞ。え、ピケは？スタートを失敗したピケは8番手から追い上げていたぜ。順位が目まぐるしく変わる見どころの多いレースだったが、ロイテマンは結局ポイント圏外の6位でフィニッシュ。やばいわ。ピケは5位でフィニッシュラインを通過。自身初の F1 チャンピオンを獲得したんだ。ロイテマン負けちゃったのね。ロイテマンのマシンは早々に4速ギアを失っていたとも言われているぜ。ついてないわ。大本命だったロイテマンはなすすべなく、ラスベガスを後にしたんだぜ。ピケも、33ラップと書かれたボードを見たのを最後に記憶がないとコメントし、レース後にはヘルメットの中でオートしたというから満身創痍のレースだったんだ。駐車場サーキットはヤバすぎるわね。おいおい、サーキットの話じゃなくてロイテマンの話だぞ。あ、そうだったわ。調子のいい時のロイテマンは手がつけられないものの、そういう状態に持っていく秘訣を知らないと、バーニー・エクレストンはロイテマンのことを言っているぜ。それで？ジル・ビルヌーブと互角に渡り合えるロイテマンが、突然中断に埋もれてしまうこともあったんだ。今回のレースみたいね。トップチームを渡り歩いたロイテマンは結局、一度もチャンピオンになることなく、F1 通算12勝を挙げたものの、母国アルゼンチンで勝利することはなかったんだ。繊細だったのかしら？気難しい性格だったんだ。ニキ・ラウダはロイテマンの性格を、蛇のように冷たいと表現。ジェームス・ハントはロイテマンの速さを認めつつも、後方からのプレッシャーを嫌がると評価してるぜ。なるほど。1982年もウィリアムズから参戦したが、イギリスとアルゼンチンの間で勃発した。フォークランド紛争の激化により、2戦目を終えた時点で引退を発表したんだ。え、なんで？アルゼンチン人のロイテマンが、イギリスチームであるウィリアムズに所属し続けるわけにもいかなかったんだぜ。
あ、そうか。ロイテマンの引退により、ナンバーワン待遇となったケケ・ロズベルグがこの年のチャンピオンを獲得したんだぜ。皮肉ね。アラン・プロスト。アラン・プロストは1980年に F1 デビューした、1980年代を代表する F1 ドライバーだぜ。私でも知ってる、超有名ドライバーだわ。でも、80年代のドライバーだったのね。F1 の歴史に名を刻むレジェンドだ。冷静沈着なレーススタイルと戦略的アプローチから、プロフェッサーと呼ばれるぞ。日本語だと、教授かしら？そうだな。プロストは状況を冷静に分析し、戦略を立てることで知られていたぜ。また、判断力も秀でていて、レース中の状況変化やピットストップなどを的確に判断してレースを組み立てたんだ。まさに、教授だわ。プロストは1985年、86年、89年、そして1993年にチャンピオンを獲得しているぞ。確かに、80年代に活躍しているわ。プロストの才能は、ライバルとの激しい戦いの中で発揮されてきたんだ。知ってるわ。アイルトン・セナとの対決は有名だもの。その通りだな。1988年と89年には、マクラーレン・ホンダでチームメイトとして激しい戦いを演じたんだぜ。セナプロ対決ね。霊夢、急に元気になってきたな。そうでもないわよ。まあ、いいぜ。確かに鈴鹿で2年連続両者接触でチャンピオンが決まるほど、激しすぎるライバル関係にあったのは有名な話だな。その他にも、ナイジェル・マンセルともタイトルを争ったし、ニキ・ラウダも同じチームで信頼しつつも激しく争ったぜ。出てくる名前がレジェンドばかりね。中でも、やはりアイルトン・セナとの戦いは群を抜いていたんだ。やっぱり、そこを取り上げなくっちゃ。じゃ、レイムの期待に応えるぞ。セナプロ対決で際立ってくるのは、両者のキャラクターの違いだぜ。どういうことかしら？プロストは、状況を冷静に分析し、レース全体を見据えて戦略を練り、それをドライビングに反映させることのできるドライバーだったぜ。プロフェッサーだもの。その通りだ。一方、セナは情熱的で攻撃的なキャラクターで、人一倍強い、勝利への執念に突き動かされて、限界を超えていくタイプのドライバーだったのさ。そこが、魅力的なのよ。霊夢の言う通りだぜ。二人ともトップドライバーの技術を持ち、もちろん、勝利を目指す気持ちは同じだが、そのアプローチ方法は真逆と言えるものだったぜ。ふむふむ、レース中に自分の感情を抑え、戦略を思考で組み立てるプロフェッサーの走りと、勝利を追求し、時に勝つためなら手段を選ばない情熱的なセナの走りの違いは、マクラーレン・ホンダで最強のマシンを手にして戦ったことにより、二人の対立へと発展していくんだぜ。セナとプロストってなんだか特別な感じがするわね。二人の接触がチャンピオンシップに大きな影響を与えた結果、ドライバー個人の感情や政治的な背景が、レース結果や裁定に大きな影響を与えることが露呈し、裁定基準の透明性が求められるようになったんだ。問題が大きくなっちゃったわね。プロストとセナの対立は、F1 が持っている勝利への執着とスポーツマンシップという特色を際立たせることになったんだぜ。だから、なんだか特別な感じがするのね。セナプロ以降、現代 F1 はスポーツマンシップの範囲内で勝利を追求するという公平性を整備してきたが、現代 F1 がつまらなくなったと言われる原因とも言えるかもしれないな。F1 そのものに影響を与えるなんて、プロストってやっぱりすごいドライバーなのね。そうだぜ。プロフェッサーの異名は伊達じゃないんだぜ。フィリップ・ストレイフ。フィリップ・ストレイフは、フランス出身で物静かな性格のドライバーだ。1984年から1988年まで F1 で活躍したぞ。あら、プロストと同郷ね。1984年の最終戦でルノーからスポット参戦で F1 デビュー。85年はルノー搭載のリジェトティレルで5戦にスポット参戦。最終戦オーストラリアグランプリで初入賞を3位表彰台で飾るぜ。着実でいい感じだわ。86年にはティレルのレギュラーシートを獲得し、フル参戦で2度の6位入賞を果たしたんだ。全然、ワーストじゃないじゃない。いい感じで F1 キャリアを重ねているわ。ところが、1987年になると風向きが変わるぜ。嫌な言い方ね。ティレルはルノーターボエンジンを失い、ノンターボのフォードエンジン SH。戦闘力が低下するぞ。1988年にはフランスの AGS へ移籍するんだ。時に速さを見せるものの、信頼性不足でリタイアが続くぜ。やばいわね。転落の予感がするわ。1989年も AGS に残留するが、開幕直前のテスト中にクラッシュしてしまうんだ。うまくいかない時はそんなもんだわ。でも、それじゃ済まなかったんだ。ストレイフは脊髄を損傷する重傷を負い、車椅子生活となってしまうんだ。クラッシュによりマシンはバラバラになり、ロールフープもなくなっていたんだ。ストレイフは肩と首の骨を骨折。事故を駆けつけたマーシャルは今と違い医学的訓練を受けておらず、
当時の手順としては間違っていなかったが、結果的に、ストレイフに麻痺が残った原因かもしれないぜ。かわいそう。ストレイフはヘリコプターで病院へ搬送されることとなるが、パイロットは病院の位置を知らなかったぜ。マジで？やばすぎない？事故の5日後にヨーロッパに戻り、警察の警護付き救急車で搬送されるも事故後のケア不足の影響は大きかったんだ。クラッシュって怖いのね。ストレイフは自宅に帰ることができるほど回復するのに2年以上を要し、大変なリハビリに耐えたんだぜ。でも、F1 ドライバーとしては引退よね。その通りだぜ。だが、人生を諦めはしなかったんだぜ。ストレイフはビジネスで成功し、開催したカートイベントには、アラン・プロストやアイルトン・セナが出場したんだ。涙が出るわ。ストレイフは物静かな性格と言われているが、F2 時代には自分に追突したマシンを見つけるために、レース後に他のマシンを1台ずつチェックし、犯人を見つけるとマシンを蹴飛ばしたというぜ。F1 ドライバーって、涙が引っ込んだわ。ニキ・ラウダ。ニキ・ラウダはオーストリア出身のドライバーだ。1975年と77年にフェラーリでチャンピオンを獲得したぜ。すごいわね。1976年にはレース中の事故で炎上したマシンに取り残され、頭部に大やけどを負い生死の境をさまよったんだ。そんな、ハプニングを間に挟んでチャンピオンってすごすぎるわ。そうなんだぜ。あれ？でも、ちょっと待って。どうしたんだ、霊夢。ラウダは確かにすごいけど、70年代の話だわ。そうだぜ。ラウダは1978年にブラバムへ移籍するが、マシンの信頼性が低く、79年にはエンジンが DFV へ変更されると、何もかも遅く感じられた退屈だ。と F1 から引退してしまうんだ。ちょっと、待ちなさい。70年代の話だってことを回収しないうちに、新しい問題点を挟み込んでくるんじゃないわよ。何を起こっているんだ、霊夢？何をって、ラウダは80年代が来る前に F1 引退してるじゃないの。その通りだぜ。今回のテーマは80年代のドライバーでしょ？ラウダは1982年にマクラーレンから F1 に復帰しているぞ。ブホ、霊夢、面白いリアクションなんだぜ。マリサ、あなたって人は、だったら最初から言いなさいよ。物には順序というものがあるんだぜ。もういいわ。続けて。1981年、マクラーレンは MP41 のテストにラウダを招くと、翌年からラウダが F1 に復帰することを発表したんだ。ラウダの走りは、コンピュータと評されていて、正確な走りと戦略が武器だったんだぜ。プロフェッサーの次はコンピュータなのね。ラウダの方が先輩だから、正確にはコンピュータが先だぜ。わかったわ。めんどくさいわね。F1 に復帰したラウダはフェラーリをまとめ上げた手腕を発揮し、復帰3年目の1984年にラウダはチャンピオンを獲得したんだ。瀕死の事故の後チャンピオンになって、今度は引退後に復帰して、またチャンピオンになるなんて不死鳥みたいなドライバーね。そうだぜ。しかも、84年はチームメイトと激しく争った末だったぜ。へぇ、誰なのそのチームメイトって。アラン・プロストだぜ。そうなのね。霊夢、初めて聞いたようなリアクションしてるが、さっきプロストのところでも触れているぜ。嘘？そうだったかしら、あははだわ。笑ってごまかすんじゃないぜ。プロストは自身の F1 での最良の時代は、ラウダと過ごしたマクラーレンでの時間だと述べているぞ。プロストにとって、ラウダはお手本だったんだ。かなり尊敬してるわね。二人の間には友情が育まれ、プロストはラウダからたくさんのことを学んだんだ。物事を対極的に見て対処することや、ウイスキーの味も教わったとプロストは言っているぞ。ライバルだけど、師匠だったのね。84年ラウダはプロストがリタイアした3レースすべてを制し、逆にプロストが制したレースでは着実にポイントを重ねて、チャンピオン争いは最終戦までもつれ込んだんだ。すごい戦いね。最終戦でもラウダは11位からじりじりと追い上げ、トップを独走するプロストに次ぐ2位でフィニッシュ。わずか 0.5 ポイント差でのタイトル獲得だったんだ。しびれるわ。ラウダはプロストとのバトルを楽しんだ様子で、少しでも早く、少しでも上手に運転する必要があった、と言っているぞ。ラウダは敗れたプロストに、気にするな、来年は君がタイトルを取るよと声をかけたぜ。かっこよすぎるわ。ラウダはマクラーレン在籍中にポールポジションを一度も取っていないんだ。そうだったの？だが、決勝レースの強さとしぶとさで勝ち上がるラウダのレーシングスタイルは、予選の速さにこだわる傾向が強かったプロストのスタイルを変えたとも言われているんだ。本物の師匠ね。ラウダは翌年、自身が告げた通りプロストがタイトルを獲得するのを見届けると、F1 を引退したんだぜ。リカルド・ズニーノ。リカルド・ズニーノはアルゼンチン出身のドライバーだ。ヨーロッパ F2 に参戦し、1979年にオーロラ F1 選手権でランキング5位を記録したぞ。オーロラ F1 選手権って、何？
オーロラ F1 選手権は、型落ちの F1 マシンや F2 マシンを使い、イギリス国内やヨーロッパを転戦するシリーズだぜ。そんなシリーズがあったのね。ズニーノは79年の F1 第14戦のカナダグランプリを観戦するためにモントリオールに来ていたんだ。フリー走行後、ニキ・ラウダが突然引退を表明してサーキットを去ってしまうぞ。え、師匠、そんなことしていたのね。ズニーノにはブラバムでのテストの経験があり、急遽、代役として F1 デビューが決まったんだ。予選には、ラウダが残したレーシングスーツを着用するというドタバタぶりだったんだぜ。本当に急遽決まったのね。ズニーノは1時4位を走り7位完走という快走を見せ、次戦も出走したんだ。チャンスを生かしたわね。翌年もブラバムに残留すると、セカンドドライバーとして序盤は役目を果たしたぜ。レギュラードライバーになっちゃったのね、すごいわね。しかし、徐々に成績が下降し、第7戦フランスグランプリを最後にスポンサーフィー付きのドライバーにシートを奪われたんだ。1981年にはブラバム、ジェレルデスポット参戦したが、それが最後の F1 になってしまったんだ。え、まさか、事故じゃないわよね。安心しろ、霊夢。事故じゃないぜ。よかったわ。1982年アルゼンチンがフォークランド諸島に侵攻し、スポンサーが撤退するとレースを断念するしかなかったんだ。また、フォークランド紛争？フォークランド紛争自体が第二次世界大戦後初の大規模な紛争となり、ヨーロッパに大きな影響を与えたんだ。当然、ヨーロッパを舞台とする F1 も影響を受けたんだぜ。残念ね。ネルソン・ピケ。ネルソン・ピケは80年代に3度のワールドチャンピオンを獲得したドライバーだぜ。ニキ・ラウダが最初の引退を決めた時のチームメイトで、才能あふれるピケの存在がラウダ引退の原因とも言われてるぞ。あら、ラウダのチームメイトだったのね。ラウダがそう感じたんだから、ピケもすごいドライバーね。その通りだぜ。1981年にカルロス・ロイテマンとの激闘を制して初のワールドチャンピオンを獲得したんだ。すごい。1982年のドイツグランプリでは、エリセオ・サラザールとコース上で乱闘を繰り広げ、1983年に最終戦で逆転する形で再びタイトルを獲得したぜ。ちょっと待ちなさい。二度目のタイトル獲得の前に変な情報入ってなかった？そうか？とぼけないでよ。コース上で乱闘ってどういうことよ。トップを走行していたピケにバックマーカーのサラザールが追突したんだ。ええ？ピケは激怒してマシンから飛び降りるとサラザールに殴りかかったんだぜ。ああ、大の大人がパンチに効くと乱闘を繰り広げたぜ。効くんじゃなかったわ。ピケは自由な性格で知られていたんだ。確かに自由そうね。現役時代の自宅はモナコに浮かぶクルーザーだったし、マクラーレンの契約書にサインする段階になり、書類の多さに嫌気がさして契約を破談にしたんだ。え、マクラーレンとの契約をそんな理由で？自由だろう。スギちゃんのノリで言ってる場合じゃないわ。自由すぎるわよ。1990年の話になるが、ベネトンに移籍したピケの契約は、1ポイントにつき10万ドルという変わった契約だったぜ。めちゃくちゃね。だが、ピケは驚くべきテクニックを誇るドライバーだったんだ。ベスト2なんだからそういうエピソードをお願いしたいわ。ベネトン時代にピケのメカニック担当だった津川氏は、レース後のトランスミッションを分解すると、新品かと思うほど綺麗な状態だったというぜ。上手ってことかしら？そうだぜ。ピケの繊細なドライビングテクニックのなせる技だぞ。さすがね。バトルでの勝負強さも持っていたぞ。1986年のハンガリーグランプリでは、マシンをスライドさせながらアウトから豪快にオーバーテイクしたぜ。ワイルドね。しかも、相手はあのアイルトンセナだったぞ。繊細なだけじゃないってことね。そうだぜ、一発の勝負強さも兼ね備えていたんだ。アンドレア・デ・チェザリス。栄えあるワースト1位はアンドレア・デ・チェザリスだ。わあ、ってならないわよ。ワースト1位って嬉しくないわよきっと。そうかな。チェザリスはなかなか記憶に残るドライバーだぞ。どんな記憶なのか不安だけど、一応聞くわ。チェザリスは1980年に F1 デビューし、アルファロメオ、マクラーレン、リジェ、ミナルディ、ブラバム、一体何回移籍するのよ。14年間で延べ12チームを渡り歩いたぜ。すごいわね。デビュー直後からクラッシュが多く、チェザリスといえばクラッシュというイメージがつきまとったぜ。嫌なイメージだわ。1982年にはアメリカ西グランプリでポールポジションを獲得。当時の最年少ポールポジション記録を更新し、決勝での走りが期待されたぞ。なんだ、しっかり活躍してるじゃない。決勝はどうなったの？チェザリスはスタートを決め、レースをリードするぜ。ニキ・ラウダがクラッシュの危険を警戒しつつ2位で追うぞ。2位がクラッシュ警戒してるって、笑うわね。それくらいチェザリスといえばクラッシュだったんだぜ。笑えないわ。好調に飛ばすチェザリスはバックマーカーに追いつくと、進路を譲らないことに怒ったんだ。まあ、よくあることだわ。チェザリスはバックマーカーを追い越す際、ドライバーに拳を振り上げ怒りをあらわにしたんだ。仕方ないわね。
チェザリスは拳を振り上げるのに忙しくて、ギアチェンジするのを忘れたんだ。え？そんなことってある？あるぜ。ラウダはこの隙をついて首位に立つぜ。ああ、抜かれちゃったわ。まだ、2位だから諦めなければいいことあるかも。チェザリスは結局、自身のマシンから煙が上がるのに気を取られ激しくクラッシュしてリタイアしたんだ。クラッシュ。したわ。1981年のオランダグランプリでは、予選を13位で通過したチェザリスを、マシンを壊す可能性があると、チームが決勝に出走させなかったほどだぜ。本物のクラッシャーね。アイルトンセナ。本当の栄えあるベスト1位はアイルトンセナだ。本当のって言っちゃってるわね。セナの F1 デビューは1984年、トールマンからだ。前年改良版のマシンで2戦目に早々に入賞すると、第5戦フランスグランプリからニューマシンが投入されたぞ。活躍するのかしら？大雨の第6戦のモナコグランプリ、13番手からスタートしたセナは、フェラーリやウィリアムズのマシンを蹴散らして順位を上げるぜ。すごいわ。そして、トップのアラン・プロストとの差をどんどん縮めていくんだ。デビューシーズンからプロストに挑んでいったのね。大雨によるプロストの再三の訴えもあり、レースは32周目に赤旗中断となり、セナはプロストに追いつくことはできなかったんだ。それでも、すごいわね。とてもルーキーのやることじゃないわ。セナはキャリアを通じてモナコグランプリで圧倒的な強さを誇っており、モナコマイスターと呼ばれたんだ。セナは極めて正確な走りをするドライバーだが、ダラスでのレースで4位を走っていたセナは、マシンをウォールにヒットさせて、リタイアしたんだ。猿も木から落ちたのかしら？ピットに戻ったセナはショックを受けており、壁が動いたと言ったんだぜ。ずるいわ。壁のせいにするなんて。実際に現場に行くと、誰かが手前のブロックに接触した影響でセナがぶつかったブロックは4ミリほどずれていたんだ。正確すぎるわ。まるで精密機械のようね。セナはルーキーの頃から飛び抜けたドライバーだったんだ。ドライビング技術がすごいのは分かったけど、どんな人物だったのかしら？1985年にトールマンとの契約があるにもかかわらず、ロータスに移籍して違約金を払ったり、イギリスを本拠地とするロータスにイギリス人ドライバーがナンバー2として加入するのを拒んだりしたぜ。大丈夫かしら？80年代ナンバーワンドライバーの何傷がつかない？大丈夫だぜ。自分のことを悪く書いた新聞記事を切り抜いて束にして持っていたり、誰かに抜かれるよりクラッシュする方がマシだと考えていたぞ。大丈夫じゃなさそうね。かなりネガティブキャンペーンだわ。違うぜ。セナは誰よりも勝つことだけに集中していたんだぜ。でも、スポーツマンシップに欠けるわ。ナイジェル・マンセルは自分が1992年にチャンピオンになった時、セナの気持ちが少しわかったというぜ。どういうことかしら？長年、無冠の帝王としてタイトルを取れなかったマンセルだが、勝利は何よりも素晴らしい。この気分を味わうなら、どんな悪どい手を使ってもいいと思うし、トップにいるならそれを守りたいと思うだろう、と言っているんだ。F1 チャンピオンになるってそんなにすごい経験なのね。セナと良い関係を保ったゲルハルト・ベルガーも、アイルトンにとっては自分と自分のマシン以外は、存在していなかったとコメントしているんだ。セナは本当に勝つことだけに集中していたのね。そうだぜ。セナは人間味が溢れる一人の人間だったんだぜ。ただし、レーサーとしては唯一無二のまさに F1 史に残るベストワンドライバーだったんだ。80年代の枠に収まらないレジェンドの一人ね。ターボエンジンが凶暴なパワーのマシンを生み出した80年代、ドライバーたちも強烈な個性を戦わせていたんだぜ。なんか人間臭いドライバーたちだったわね。そうだぜ、セナやプロスト、マンセルといったレジェンドたちがまだ若いドライバーとしてチャレンジしていたんだぜ。なんだか、贅沢な時代だったのね。他にも印象に残る、80年代ドライバーがいれば、コメント欄で私たちに教えてほしいんだぜ。よろしくお願いするわ。それでは、本日も最後までご視聴、ありがとうございました。